たかったです。トレーニングしている種目はターゲットタッチです。今回動画で紹介する種目はターゲットタッチです。ではご覧ください。今回使用するターゲットはこのフラミンゴのおもちゃを使用します。今行っているトレーニングはこのおもちゃの尻尾の部分にタッチをしたら強化を行っています。位置を変えてみます。まだ尻尾以外の部分へのタッチが多くあります。これで終わります。皆さんこんにちは。海洋生物の人学科久保木千佳です。私の担当している個体はパープルパロットです。トレーニングしている種目はターゲットタッチ、ターゲットフォロー、枠ぐり、トランスポートです。今回は枠ぐりを紹介します。ではご覧ください。皆さんこんにちは。海洋生物ドルフィン学科の宮川拓人です。私の担当している魚はフラワーホーンのリザカです。トレーニングしている種目はターゲットタッチとターゲットフォローです。今回動画で紹介する種目はフックを加えて棒にかけるといったものです。ではご覧ください。このトレーニングは一から始めたものなのでまだまだ大変なところは多くあります。特に今は加えた状態を一定にキープするということが課題です。
はまだまだありますが、これからも頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆さん、こんにちは。海洋生物ドルフィン学科、笹岡斗亜です。この魚、オスプロネームスグラミーです。名前は、ユキヒコです。できる種目はターゲットタッチ、ターゲットフォロー、ワクグリなのです。今回紹介するのは、バシャバシャです。では、ご覧ください。どうぞ。